that sugar sweet. You got what I need. Sipping on the potion, all that good emotion. Just my kind of heat. Keep it on repeat. Tested by the potion. Loving this devotion.どうも、コウスケです。今日はですね、後ろにありますクナウスライフスタイルのご紹介でございます。ぜひ最後までご視聴くださいませ。旅する勝間岳。はい、ということでですね、今からこちらのですねキャンピングトレーラー見せていただきたいんですけれども、オーナーの馬場さん、ちょっとねシャイボーイということでカメラに出たくないということなので、ちょっと後ろからね天の声のような感じでやっていただけたらと思いますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ外装からいきましょう。はい、こちら特徴的なのがこの四角いボディですよね。これ中の居住空間がめちゃくちゃ良さそうな感じなんですけれども、こちらが入り口で、サイドオーニングがついてて、こう幅的には2メーター30なんですか。で、長さが7メーター50で、冷蔵庫があって、ここがキッチンですかね。で、ムーバーもね、ちゃんとトルマのムーバーとかあるんですね。なんか結構ボイラー系がトルマみたいなイメージがあるんですけど、こういうのもやってるんですね。で、こっちに大きい窓があって、後ろがこれ給電、はい、とエアコンと、あ、エアコンと AC2 つ分かれてるんですね。同時にエアコンと電子レンジも使いたいよみたいな時。そうです。で、後ろが、で、こちらの遊びなんでしたっけ、遊び屋、はい、遊び屋クラブというクラブがあるそうで、そこに馬場さんはね属していると、属しているんですよね。で、後ろにも大きい窓があって、こんな感じですね。で、後ろがここ特徴的ですよね。この後ろの真ん中か、はい、真ん中の2つの光がめちゃくちゃ明るそうですね。で、こっちにも大きい窓がついてるみたいな。これはなんすか、シャワーですか。使ったことないですか。なんだろうこれ、なんかでも水っすよね、か給水か、ウォーターシティウォーターなんですかね。これでもこれタンクっすよね、はい、これシティウォーターなんじゃないですか、もしかしたら、はい、使ったことない。ちょっとわかる方これいらっしゃったらぜひコメントください。え、シティウォーターとかついてたら最高っすよね、はい、で、こっちに、あ、こういう、ここのタイヤの上にもシーレールがついてて、お、サイドオーニングテントつけた時にここから吹き込まないように下につけれるようなやつになってると。普通ね、ここだけなんですけどね、ここもついてるってありがたいですよね。で、ここが収納、はい、見せていただいてもいいですか。これ2段ベッドの下ですかね。はい、汚いです。でも結構広めですよね、2段ベッド。これ、ここにスペアタイヤも入ってて、はい、電気関係とかキャタスとか入っております。はい、これがガスですよね。はい、あ、これインディアナなんで、あ、そっか、灯油とバッテリーだ。そうですね。で、あとは CB 缶ですもんね。じゃあほとんどここはそういう感じのものが入ってる。見せていただいてもいいですか。あ、そうやって外れるんですね。あ、これが灯油で、バッテリーが2発鉛を積んでいるということですね。ありがとうございます。こんな感じなんですね。いいですか、ちょっとそのままで。ありがとうございます。で、ここがトイレですか。トイレがついているということでございます。ちなみにこれは何年モデルの。2011年モデルで、中古でご購入されてっていうことでございます。あんまり入ってない様なんですよね。はい、日本に 4,5 台しかないそうでございます。では次はですね、中を見させていただきたいと思います。旅する勝間岳。はい、それでは失礼いたします。これ入っちゃう、ここで靴脱いでいいってことですよね。いいですか、これ使っちゃって。ありがとうございます。すごいですね。特徴的なレイアウトなんです。このクナウス。前回も、岡本さんのね、60周年記念のクナウスを撮らせていただいたんですけど、クナウスの内装って、いろいろ面白いですよね。普通の、なんかトレーラーのレイアウトとは全く違う感じです。まずですね、入って、左側にキッチンがあります。二口コンロがあって、こっちが、水場、はい。基本的にはこっちからなんか作業するっていう感じですかね。はい、そうですよね。はい、で、ここ開けても大丈夫ですか。ここが冷蔵庫ですか。はい、そう、冷蔵庫です。あ、こう、え、こことくっついてるんですか。はい、すごっ、一体式なんですね。はい、すごい、こんな感じです。90リッターぐらいですかね。はい、それぐらいの、もうすぐ知っちゃいました。はい、冷蔵庫、スリーウェイですね。はい、そうですね。はい、
で、このスイッチは何ですか？これがバッテリーのメインスイッチ。バッテリーの 12V の、はい、あ、12V が入るよと、はい、で、すごい面白い形してる。で、こっちにまた引き出しが、開けても大丈夫ですか？引き出しがこんな感じ。あ、これイージークローザーついてるんですか？ついてないですね。あ、ついてますね。イージークローザーついてます。で、右側がこれもね、こういうところに2段ベッドが、面白いですね、これ、はい、形も色もなんかポップで、あ、ポップなのはこれはあれですね、サーマレスですね。モンベルのやつですか？あ、モンベルのやつが引いてあります。こんな感じです。こっちはちょっと狭まってますけど、奥は結構広めですね。そうですね、こんな感じです。で、こっちがトイレ、はい、あ、トイレもおしゃれな感じ。あ、トイレは使ってないですか？トイレは使われていないということで、すごく綺麗な状態でございます。ここも開けて大丈夫ですかね、はい、ここにも収納大きいのがついてますね、こんな感じで。あ、で、シャワーもあるんですね、はい、シャワーカーテンがついてるんで、これも使ったことない。これが伸びるタイプってことですよね、はい、こんな感じ、こういうところにもね、いろいろ置けるようになっております。大きい鏡もこんな感じでついてます。ここにもね、またついてますね、タオル干すやつ、はい、もうこれはシャワーをガンガン浴びてくださいってことじゃないですか。給水はちなみに何リッターぐらいあるんですか？50ぐらいですかね。ちょっと調べておきますけど、はい、もし分かったら。使わないので。で、こっちがめちゃくちゃ面白いです。なんかもう、なんていうんですかね、普通の家っぽいっすよね。ここにバーカウンターがついてるんですよ。だってここにカウンターがあって、で、これ跳ね上げ式になってるんで、はい、畳みもできるってことですよね。で、こっち側が椅子にヨシボンさんが映っております。これヨシボンさん欲しかったらしいですよね。そう、ずっと探してたみたいなんですけど、結局ホビーになってるということで、ホビー買ってからこれが欲しかったなって。ホビーの前に、俺ら最初に買う時にこれ欲しいな。ねえ、こんなの珍しいですよね。かなり座りますよ、このリビング。ここにも3人ぐらい座れて、こっちに2人ぐらい、はいはい、5人座れて、で、こっちのソファーにもめちゃくちゃ座れますね。就寝人数は5人です。5人、ここに3人の、はい、そこ、ここに2段ベッドで後ろに、はい、で、これベッドが後で展開してもらってもいいですかね、はい、すごい広いんです。で、さっき見てたここが何、光を取り入れられる窓、はい、これブラインドはオートですか？オートではないです、ね、手動で、はい、開けたことはでもないですか？ないですね。ないね。あ、それ引っ張ると初めてオープンします。かっこいいくないですか、これ。ちょっと集まっちゃった。はい、いいっすね、これ。こんな感じで、光を取り入れることができるということでございます。ありがとうございます。はい、今ですね、こっからソファーから座った、後ろからですね、見たアングルがこんな感じです。エアコンはこれ、ルーフエアコンなんですね。いないですね、もうババさん。ルーフエアコンで、これヒーターも。はい、あ、ヒーターは FF ヒーター。FF ヒーターで、これはクーラーってことですね。っていう感じです。あ、あそこに間接照明とかも。はい、足元も。あ、足元も、あ、ほんとだ。おしゃれ。あ、しかもステップもついてるんですね、足の。素晴らしいですね。ちょっとこっちの様子見てみましょう。はい、こんな感じです。今、それバーカウンターの上にね、あのカメラを置いてるんですけれども、後ろのリビングは、リビングというかソファースペース、リラックススペースがこんな感じです。めちゃくちゃ広い。あ、テーブルも出てくる。すごっ。ここにサイドテーブルみたいなのが出てきます。いろいろ凝ってますね、これ。なんでなくなっちゃったんだろう、このモデル。すごくいいっすね。この下から今出てきたっていう感じです。すごい、こういう、こういうギミックが面白いっすね。で、あとこの下は、収納になってるんですか、全部。あ、電気関係が。あ、電気関係が下には入っていると、はい、ここは何ですか？これは、あ、こういう風な収納もあるんだ。これ、自分のトレーラーが。あ、本当だ。これ、あれ、ご自身のですか？あ、違います。あ、こう、他のやつでこれが載ってたってことですね、はい、あ、本当だ、ここも特集されてる。すごい、2012年モデル。そう、そうですね。ありがとうございます。で、あ、上の収納ですね、あとね、リビングの上の収納が、あ、何も使ってません。こんな感じで結構広いっすね、これね、はい、すごい、これ、あんまり生活感が
はい、あの全部運んでるんで毎回あ、そうかそうか、はい、あのご自身はあれですよね、神奈川なんですけど場所、あ、それ言っちゃダメなんでしたっけ、あ、大丈夫、大丈夫ですか、はい、場所が神奈川なんですけど置いてあるのがモータープールが茨城ということで常に往復しなきゃいけないとまあそういう駐車場だから見つけ欲しいですよね、はい、あの鎌倉周辺でしたっけ、そうです、藤沢です、藤沢ですよね、もしあの藤沢でここの駐車場あるよという方いらっしゃったらぜひあのコメントください、馬場さん困ってます、茨城まで通わなきゃいけないですありがとうございます、ありがとうございます、でこういうこれも最初からついてるんですか、はい、ただ入れてないですけど写真撮って、そうかこれ入れられるんですね、はいはい、写真を、はい、すごっ、あで上にも収納がついてました、こんな感じです、何も使われてないです、はい、で上がこういう照明ですね、ということでちょっとあのベッド展開をね、はい、見させていただきたいと思います、旅する勝又家、あ、全部一回ソファーをどかして、はい、あ、引き出して、はい、ということでですね、今馬場さんに作っていただきましたが、めちゃくちゃ広いですねこれ、はい、ちょっと寝てみましょうか、中のね室内も真四角なんでね、空間もね広いっていうことをねちょっと僕お伝えするの忘れておりました、広いです、失礼します、あ、どうぞ、マットは固めですね、はい、結構こう真ん中に寝てこれですよ、これ横に、ここ横に寝るんですか、こっちでも寝れるし、寝れるけどこうか、そうすると3、確かに3人、はいはい、でもこれ子供いたらめちゃくちゃ寝れますね、そうですね、ほとんどここに収まっちゃうぐらい、はい、こんな感じです、こんな感じです一回帰ってもまだ入れるっていう、トレーラーのベッドとは思えないです ね、 そうですね、これはすごい魅力的ですね、ありがとうございます、すごい、でも、はい、あとここのカウンターの下に、あ、こういう感じで CB 缶がついてて、こっちが補充用ってことですよね、はい、こんな感じで運用されているということでございます、RV インディアナさんはこういうところが都会に住んでる人は充填できない人は便利ですよね、プロパンガスが、どうすか、はい、ありがとうございます便利じゃないですか、そうです、便利です、便利ですよね、はい、LPG で悩むことが一切ないんです、そういうことですよね、どこでも買えるので、そういうことですよね、めちゃくちゃ便利だということでございます、旅する勝又家、はい、ということで、見させていただきました、ご案内していただいてありがとうございます、もしねこれ参考までになんですけれども、キャンピングカー中古で藤川さんでご購入されたということなんですけれども、何年落ちの時に買われたんですか、5、6年落ちの時に買われて、だいたいおいくらぐらいだったんですか、300万ちょっとと、めちゃくちゃ今だったらお値打ちの金額ですよね、ということでいかがでしたでしょうか、中の内装がねめちゃくちゃ特徴的なクナウスだったんですけれども、これがね 4,5 台しかないというのはねめちゃくちゃもったいないなという感じでございます、ということでご視聴いただきましてありがとうございます、バースもありがとうございました、また次の動画でお会いいたしましょう、それではじゃあね、バイバーイ、ありがとうございます。